と、まずあの急遽あの、はい、今回 K1 出場が決まりましたけど、はい、まあ、最初にこう話聞いた時の心境っていかがでしたか？そうですね、やっぱりびっくりしましたね。もうやっぱ K1 ってちっちゃい時から憧れてたリングなんで、そこからの話がいきなり来てマジかってなりましたけど、まあ、これチャンスだなと思ってすぐ OK しました。もうあれですか、はい、ほぼ迷わず即決で。いや少し迷ったんですけど、いやもうすぐもう答えが出ましたね。出るって。あの宮本選手がその格闘技を始める、まあ、きっかけってやっぱりその K-1 見てたとかそういうのもあるんですか？いや、きっかけは近くに格闘技のジムがあったんで、それなんとなく始めて、それが楽しくて、小学校1年2年ぐらいなんですけど、それが楽しくて気がついたらもう10年11年って感じです。あれですか、なんか親御さんに連れて行かれたとか？いや、そんなん全くないです。もう自分の意思で。もうそうやってやっぱやっていく中で、まあ、K-1 なんか見てたと思うんですけど、はい、なんかどんな影響を受けましたか？やっぱり正人選手とかの試合とかすごいかっこよくて、ずっと憧れてましたね。僕もいつかこのリング上がりたいなっていうのはずっとありました。そう、練習行く前に、はい、あ、そうそうそう、練習行く前に正人選手の試合見たりとか、はい、あ、見てました。よく見てました。なんか好きな試合とかってあります？そう、正人選手とあのブアカオの試合とか、あのダウン取って勝った時の試合が結構好きです。で、あれですよね、もともとずっとこう大阪で格闘技やられてて、はいはい、で向こうでもプロとして試合されてたんですよね？そうですね、向こうで8戦9戦ぐらいやって、で高校卒業してこっちに上京してきたって感じです。あの K-1甲子園にも出られて、はい、K-1甲子園も、はい、まあ、そんなあのいろいろ選択肢があった中で、はい、上京して、はい、この K-1 ジム総本部に、はい、まあ、リューマンショーっていう、こう決めた理由って何だったんですか？そうです、もうやっぱり K-1 に憧れてたんで、やっぱりもう K-1 に出たいっていう意識でやっぱりこっちに出てきたって感じです。じゃあ、あれですよね、タイミング的には、はい、その南野選手が高校卒業するぐらいの時に、はい、こうやって K-1 がこう新しい体制でスタートするみたいな、はい、流れだったんですよね。そうですね、嬉しかったですか、そういうの聞いた時？嬉しかったですね。もう K-1 が新しくできたって聞いた瞬間、やっぱり新生で作っていきたいなっていう気持ちはありましたね。もうじゃあこれもうやれって言われてるんだなみたいな。もうみたいなもんですね。もう作っていきます。やっぱりあれですか、その今あの新しい K-1、 そう、若い選手も多いですけど、はい、やっぱり自分たちの世代でこの新しい K-1 盛り上げたいとか作っていきたいって気持ちは強いんですか？ありますね。盛り上げていきたいですね。でも 10代で結構盛り上げている人もいると思うんですけど、やっぱり他の10代より負けたくないし、俺が盛り上げていきたいなって気持ちもあります。なんかそういった意味でやっぱりここの同じ大会で平本選手は木村選手と試合しますし、はいはい、すごくそのいい意味でライバルだと思うんですけど、はい、なんか平本選手から受けている影響とか何かこうそういったことありますか？そうですね、やっぱりもうずっと K-1 で試合してるんで、僕も見てるだけじゃなくてずっと出たいっていうのもあったんで、だからいつまでも見てる側じゃなくて、僕いつか僕も抜くぐらいの気持ちで頑張っていきたいです。今回対戦相手あの脇選手決まりましたけど、はい、あの対戦相手の印象だったりあのイメージどんなものですか？ K-1 のプレミナリティファイトの動画しか僕知らないんですけど、まあシャープっていうかキレがつなげるような上手い選手だなっていう感じです。まあそれ相手に対して宮本選手はどんな試合して越したいと思ってますか？うん、試合、そうですね、もう相手がこうだからとかじゃなくて、まあ、自分の試合したいですね。自分相手に合わすんじゃなくて自分の試合をして相手と自分に合わさせるっていう感じにしたいですね。宮本選手自身では、はい、自分 の良さとかこういったところが自分の武器だとか、どんなところだっていうふうに考えてますか？そうですね、やっぱり前ガンガン気持ちでいきたいんで、僕試合はそういうところを見てほしいですね。どうですか、格闘技始まった時からなんかそういうスタイルだったんですか？
構前で。いや、最初は僕結構蹴りばっかで、パンチ打ち合うのが怖かったんですよ。で、プロ上がる前にやっぱりパンチで打ち合う選手にずっとなりたいなと思ってて、それで結構ガンガン打つようなスタイルにしていきたいなと思って。じゃあやっぱこうプロで活躍してみ、こうなんか目立つためにやっぱこういう打ち合うようなスタイルに作っていったみたいな感じですか？いや、それは分かんないですね。今回 K1 初めて出るってことでいろんな人が宮崎選手の試合を見ると思うんですけど、はい、まあ、自分のどんなところを見てほしいとかアピールしたいと思いますか？そうですね、まあ、気持ちで前に行くんでそういうところを見てほしいですね。気持ちでガンガン前に行って倒しに行くところを見てほしいです。もう対戦相手の脇選手も10代ですし、はい、その平本選手も出ますし、はい、その若い選手このコーラケとかいっぱい出ますけど、はい、まあ、やっぱり一番自分が目立って一番こう存在感をアピールしたいと思いますか？そうですね、やっぱり K1 サバイバルってサバイバルって名前なんで、そのタイトルを強く持ってリングに上がってしっかりインパクト残して勝ち上がりたいなって感じです。